で、この辺にあるのが全部柿の木ですね。の葉っぱですけども、この葉っぱからたくさんのお茶ができたりとか、これを塩漬けにして、調味料ができたり、入浴剤ができたり、いろんな形にこの葉っぱが変わります。この柿の葉っぱっていうのは非常に栄養価が高くて、レモンの20倍から30倍のビタミン C、 それから豊富なポリフェノールを含んでいて、その2つが合わさると抗酸化力が非常に強い、素材に、なりますので、それを美味しく体にとっていただこうということで、お茶を作ったり、それから調味料を作ったりしています。この場合は実を育てるわけではないのと、あとは草刈りは、肥料になるので、積極的に草を生やして、草を刈って、でその肥料で、育てるというように。柿の葉寿司が生まれたかというと、さっきも言ってましたように、そのポリフェノールとビタミン C が豊富なので、これでくるんでおくと防腐作用、殺菌作用があって、なので柿の葉寿司というものが、生まれてきてます。柿の葉っぱではなくて柿渋、柿渋っていうのは柿の実を青い時に間引いたやつを発酵させて作った液体なんですけども、その柿渋なんかも非常にウイルスにはよく効くと言われてまして、 O157 の時もそうでしたし、ノロの時もそうでしたし、柿渋を使って、消毒するとすごい菌がみんな死ぬと、いうのはよく知られていることです。